人間は格好でその人物が分かる。いいこと言いますね。例えば、薬剤屋さんは薬剤屋さんの格好しとるでしょう。で、弁護士は弁護士の格好ね。顔もそんな顔つきやし。で、俺ね、俺の格好はね、わからん格好ですよ。ね。なんかこういう格好してる人いね。今からの話題ね、ちょっと待って、変なもんですよ。今からの話題ね、俺よ、マフィアって言うんですよ。そんな話をさっき、くだらない話しま、あのね、俺、今までのね、最高のお金持ちは30兆円言ったかな。一回調べてみよう。今、南米の鉱山王が15兆円でトップですわ、確か。それでアリババが15兆円、16兆円。で、ビル・ゲイツが10兆円で、だからね、俺ふと考えたらね、俺30兆円作るけど、100兆円例えば作るのね、なんか方法ないかということを考えますわ。だからね、わしみたいな人間いるとね、戦争になるんですわ。ほんでやっぱ四国はすごいね、ちょっとマシな話しないと坂本龍馬ね、今度田久保重則君、すごいでしょ。70ですわ。だから俺の格好はね、特殊ですわ。俺ね、こんなもんちゃうんですよ。ここにね、もうベルサーチして、まあ、いろいろ、その話はいいか。とにかく30兆円だから、俺50兆円は作ると思う。それがね、頭がいいから作る方があるんですわ。それはめんどくさいから言わない。簡単な話がね、クラブ全世界に立ち上げて、ブランディーを置いて、それでまあ、約100億集まるんです。計算したらわかるんですわ。全世界にね。で70やからまあ3年以内に全世界にやりますわ。俺、何べんも言うけどね、1日2時間しか寝ない人多いんだね。漫才師の西脇なんとか、キングコング。一回切りますわ。以上。だから100億円稼ぐのにどうしましょうって考えてますわ。100兆円。すごいでしょ、いうこと。思考は現実化する。